にちは。今回もアーケアやっていくよ。プレイする楽曲は、新曲、タナトスです。ダッシュ氏の曲だな。氏の楽曲といえば、チューニズムのゼベルや、ゼアニメエリガと人間の乱なんかが有名かな。この曲は、そんなダッシュ氏の X シリーズの5曲目だそうです。他には、セプファー、カッコミデラ、や、クザ、カッコ太鼓の達人、ゼベル、カッコチューニズム、サンドロイド、グルーブコースター、ヤバイゼベル以外はじめましてだ。まあ主はミデラも太鼓の達人もグルコスもほどわからないからね。実況者やめちまえ。いきなり侵略じゃない？虫の心が軽く傷ついたところで、楽曲紹介。難易度はフルチャージ。譜面定数は 10.0 だぜ。今も流れているように、アーチが特徴的な譜面だね。実際に組めてみたけど、順の中では簡単な方だと感じたね。ただアーチに立てる人はもう少し上に感じるかも。めっちゃ早口で喋ってそう。やめなさい。手元動画はおそらく上がっていると思うので、そちらも参考にしていただければ。あとこれは初見プレイではないので、実際はないです。はい、言ったそばからミスったぞ。曲は歌唱表に革命。何語か全くわからないけどかっこいい。今のアーチいいね、そういうの持った兄弟。次元も何言ってるのか未だにわからないけど、すごい頭に残っているから、何かあるんだろうな。アーチいいね。ここ好き。ここ好き。ここ好き。例えたての専門用の無闇に会話に男の歌繰り出していた。いや、例えもよくわからない。本格の譜面楽しい。少しの乱雑感を見せる。譜面は休憩地帯だね。特に話すこともないな。画面が小さい人、まあ僕もそうなんだけど、は、次にどこからアークが来るのか見えないこと、あるよね。で、画面が隠されたりな。この曲にも、こんな風に、交差する箇所はいくつかあるけど、やるべきことは単純だから落ち着こう。具体的には、知らん。そりゃアウトだろ。再びコーラス期待だな。手になってるんだよね。盛り上がりを感じたのか、アークのノリノリだね。アークには一旦落ち着いてやろうぜ。抜けた。あ、3回目と4回目のアークは、しっかり上の点まで持ち上げてやること。それだけで、今の場所での自己率はすごく高くなります。まあ僕だけが全部に引っ張る可能性はあるんだけどね。参考になれば幸いです。さて、トロトロネタが作ってきたぞ。うっそやん。決まりの作品を参考になれば幸いですから、ここを編集するまでに一気に瞬間は経ってます。やっぱり実況動画もいじめるのお前。言わなければバレないことも出てきた。いや、多分バレバレだぞ。クエスターにはよく苦情してるくせに。いや、それは、いかがなきを編集しろ。次回乗りかやめ。さらにネタ多い。もしかして今に方がない感じ。当たり前だろ。もっと僕を積んでおくんだった。何かに取られなくなったので実況に戻ろうか。ここら辺は間違えてアークを話さないようにな。作習能力の低いうちの虫は何度も話してたけど、わからないわれないとわからないことを嘆いた。ネタ不足ってお前が言ってたせんか。ネタを提供してるんだよ。ありがたく思え。ここまでネタ発言をするゆっくり実況者がいただろうか。手元も散々上げてるし、仲間にもバレてるのでネタの人もないせん。友達いたのか。いるわ。だからっと個人的難所なのに解決とかしないのか。よく見てやし、人心の屋上。XG アークで終了。ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や高評価お願いします。コメントも良ければ。それじゃあ他の動画で。バイバイ。